さて、今日は1月19日日曜日、本来であれば、まあ、どっかしらのスキー場に行くんですけども、私、父ちゃん、日々のスキーの連続と、そして昨日のナイターで入ったボックスでの大ゴケでですね、体がボロッボロになってまして、今日はちょっとスキーをお休みしました。そして私の体の治癒も兼ねて、今から秘湯に行ってみたいと思います。秘湯とはマルヒのお湯と書いて秘湯。というわけで今日はドライブです。 Here we go。 十日町に入りましたけども、あ、そうだ、ここ芸術祭の里だ。自然を使っていろんなオブジェとか作ったりするところ。なるほど、大地の芸術祭。あー、でもポッカポカ陽気です。やっほー、ここ展望台来ました。清津峡ですね。ジャンプで行ったら本当はね、ここ渓谷です。ここ行きましょうか。これ覚えてる。 Hello, how are you? お昼ご飯どこも12時だよ。今日のお昼ご飯どこですか、父ちゃん。さあ、今日のランチはここ麺定食、何やかわからない。もうね、お腹が空きすぎて見つけたところに速攻で入りました。いいんです、僕の嗅覚に間違いはない。いいね。こんにちは。それでは見てみましょう、ツナンポークカツ重からも。ルルルル、うまそう。いただきます。よーし、くーぞ。ツナンポーク、すごく弾力のある肉、噛み応えがある感じ、そしてジューシー。もう一丁ヒミゴ。越後の豚って美味しいね。完食、ごちそうさまでした。ひどい、これはひどい。是が非でも洗いたい、是が非でも洗車がしたい。こんな汚いエースケに乗りたくない。早く今すぐ洗車したい。さあ、到着。日本三大薬湯、松の山温泉へ。さて、駐車場に車を止めて歩いていきましょう。こんなにいっぱい温泉があります。混浴露天風呂がいいな。小鳥さん、松の山温泉です。私たち実は温泉に行くの初めてじゃない、このライフで。いいじゃん、うん、いいじゃん。ヘドヘド。今貸し切り入れますかって聞いて。こんにちは、今入れますか。はい、貸し切りの方が良くない。不良中年第15条。不良中年は女房子供に優しい。不良中年はよその綺麗なお姉さんにも優しい。不良中年はロン毛なんかにしたりはしない。到着、松の山温泉センター。高野湯。じゃかじゃんじゃんじゃーん。入湯料大人500円、小学生200円。こんな感じの温泉です、小鳥さん。めっちゃ体に効く温泉のはず。小鳥さん、ハバグッド温泉。青、いいお湯だったね。ね、日本三大薬湯の一つ、松の山温泉。俺、絶対腰の調子が良くなった気がする。やばい、マシンガンイケベ復活。かなりこう趣のあるというか、風情のある
松の山温泉、この辺り一帯が温泉街になってます。1100万年前から温泉なんですって。1100万年前から？いや書いてあるわ。そういう小鳥さん、あなた湯上がり心なしか美人になったんじゃない？お前はブサイク。いるぞ。さあ、というわけで今日は日本三大薬湯松の川温泉の紹介でした。絶対また来よう。めっちゃいいお湯でしたね、小鳥さん。うん、間違いなく俺の腰、それから昨日やっちゃった肩、治ったと思いますね、小鳥さん。松の山温泉スキー場、やばい。見たわ。積んでる。すごいね、にぎわってるね。うん、超ローカルスキー場、松の山スキー場です。もしチャンスがあったらもう一回滑りに来てみようだね。うん、すごいね、リフトが1台。素敵なローカルスキー場を見つけました。本当にネルソン思い出すね。そうだね、町とともにスキーがある。最後まで見てくれてありがとうございました。 Thank you。 ぜひ高評価チャンネル登録お願いします。お願いします。